えっとね、はい、最近ね、うん、そのいいパワーをもらいたいとか思ってほらパワーのところとか行ったりしてるじゃないですか、はい、神社とかね。それでまあそれもあるんだけど、うん、なんかある日そういう,こう身の回りをきれいにしようとかね、うん、思って。断、うん、捨離っていうのはまあ 必要なんだけどただ私は断捨離できないなっていうのは今回ね5月にアルバム出すんですよ今思い出したんですけどねそうですねとうございアルバム「ジャズおばさん」っていうの新曲なんだけどそれはアルバムはね「トライアングル」って言って住京や橋本潤と私のねもうずっと50何年の平成さが亡くなるまで50年51年ぐらいかなの中の作品と新しい残してくれたものをやって作ってってことです そううですねも最後かもしれないからもう最後だけだそういうのを作ろうって言ってトライアングルっていうので作る全部タイトルも私が考えて全部やるんですけどその時にいつも仕事をする時に衣装に困るのねどういう風にしようかただ私は黄色っていうのはいつもあるんですけど50周年京都でやった時にそれはもう黄色で出るなって言われて。 あのブでで出たじゃないだから黄色で出ると思ってるけど違う色で出たらみんながええと思うしう、まあ、最後は黄色にはなるんだけどかだからそういう、あのー、衣装もの前はもう黄色だけでよかったもう黄色っていうだけでよかった、はい、そうじゃなくなってくるといろいろ考えるじゃないで今回もいろいろ考えて、はい、ジャズおばさんの雰囲気とかね自分の中で考えたら昔のね映画のあの アメリカテレビドラマみたいなイメージ時代違うからアメリカテレビドラマが分かんないなうちのママは世界一とかニューヨークパパとか知らない分かんないなサマンサのあの魔女知ってる奥様は魔女あれはもうちょっと若くなってるけど魔法使いジニーじゃなくてなんかそんなのとかさあるんだけどその前はあのうちの ママは世界一とか、うん、あのニューヨークパパとかなんかそういうののはい、はい、こう現そのアメリカの時代にいい時代のお話ですよねでそういうのがあって、うん、それにすごく雰囲気が憧れていてその時代がすごくいいんですよねだからそれの雰囲気っていうのが私の中ではそういうの育ってるからねはい、はい、でそういうのいいなと思って、うん、で衣装が まあ昔の衣装あるんだけれどもそんな古いのないからさうん、うん、ねだからそういうんではあの古着屋さん探しに行ってああなるほど今度のジャケットが古着屋さんで探したすっごいかっこいいじゃあのよく見つけちゃったのまあ楽しみにしてほしいんですけどねあ楽しみうんえこんなのそれも イエローが入ってたりするんですねそれをであのジャケットにして大体歌う時にそれにしようかなと思ったのがあるんですよ。でそうするとね断捨離ができないもう古いものを捨てれない確かにそうなったら、うん、あれもういとけばよかったなるよね。そでそのアルバムの中に写真をいっぱい、ね、何個かの衣装を作ってるの全部私は古い衣装を持ってきて古っぽくわざとその時代みたいのにして。 取ってるのよ。ね、っていうこと、私の後のものは私の持ち物なんだけど。はいはい。そうするとね、捨てれないの、ねうんだよ。だから断捨離はもうやめようって決めたの。そうなりますよね。うん、もう。だから。そういうものは捨てないで、うん、まあ必要じゃないものはちょこちょこ出てくるので。で、そういうものは。あのー。 まバザーとかね、そういうのに捨てようと。私なんでここに行ったんだ今話。どこからい。毎月第一火曜日にジェストでほらバザーやってるじゃないですか。あれはだから私のなんかいらないものと。ね物いらないものっていうか、もう捨てれなくてどうしようって捨てれないのよね。だから捨てれなくてどうしようとかさそういうものだったりするんですけど、えそこ行くまでこんな話だった私。そうですよ。は 急に思い出したみたいな感じそこ行っちゃったからさ新曲の話になってで断捨離できなくってああそう掃除よあそうねそう掃除よ掃除よそれでそうパワースポット行ったんですよパワースポットからそうそれでパワースポット行ったりとかしてて掃除をしててそれでも家の掃除を朝もうあのえっと玄関の掃除からおトイレの掃除から来るまで全部するの。 あそうなんですすねね<私>、うん、朝起きて全部するの、ねうんうん、だから、あのー、もう1時間ぐらいは朝必要なのよ。だいたあの多めに起きてやるんですよ。で結構もうなだいぶ経ってるんですけどね。うんそれで置物もいっぱいあったりだから玄関で生のお花も前に言っ,言ったかな生のお花を毎日1本 1>、うんあまね、毎日毎1本ずつ買ってたのがすごい増えすぎたのでええ、ええ、ちょっと枯れてきたら。うん 何がいいかっていうとカサブランカとかユリとかあれ日持ちするのねカサブランカじゃないと思うんだユリなんだけどすごく大きなユリわかんないんだでもそれっぽいやつそれでバラもね意外と枯れやすいのね持たないですねであれが一番いいくていがすごくいいのでそれをうちのね近所のスーパーに売ってるんですよねそのそれが。 それで違うところのスーパー回るんだけどそこ違うとここにはないのねそだけしかないのだからそこにいつも買いに行っていつもきれいにしているのだからお掃除を朝玄関の掃除からおトイレの掃除から全部するのですごいいい感じです気持ちいいです気持ちがスッとする感じいいことが起きそうな感じするうううんんん なので、いいこと起きたらまた教えます。そうですね。それで。なんか変わってきたら。ね、いやいや、もう、そういうルーティンっていうか、日課にしてること。二人で神棚作ったもんね。そうです。本当に。紙棚。神棚もやってます。毎日。私も。神棚やって、お仏壇やって。はい。ね、あの、うちも仏壇あるので。仏壇手合わせて、はい、毎日朝晩やってます。だから、朝一時間、それプラスしてます。だから、起きるの。そうですね。なので、だから、それはそれでね。 まあ、うん、そんなに長くないからと思うから、そのぐらいを、あの、そういうことに費やしてもいいかなとでも、気持ちがスーッとしますもんね。おトイレね、全然掃除平均になりましたよ。もう、もうそれはもう、前からおトイレは掃除してるんですけど、あの、なんか前はおトイレの掃除っていうのがなんか、汚いとかと思うけど、でもやり始めると、中も洗えちゃうんですよ。そうですね。うん、中もちゃんときれいにしますよ。あの、 えっとヌルヌルもないですよ私。ああね、確かに。はい。なのでいいことが起きそうな、ね、はい。本当ですね。そうだからあ、新曲売れるかな。あ、そう。あと平日言っといてください。新曲の発売日。五月の二十五日です。Amazon で予約入れるとビッグジャケットが付いてくるって今きました。そうなんですか。予約してください。Amazon で。いいですね。うん。でも私もどっかでやるときは売りますけどね。うんうん。 はい。楽しみです。はい。今日はお掃除の話と新曲の話でした。はい、<laughs> じ,ゃじゃあまたね。は